ッチおすすめ番組インタビュー、愛媛 CATV 月刊プログラムキャッチの月替わりのナビゲーターの皆さんにおすすめ番組をインタビューしました。聖カタリナ大学4年杉野ひろきです。よろしくお願いします。同じく4年の門谷和美です。よろしくお願いします。社会福祉の分野には、高齢福祉だったり地域福祉とか障害者福祉などさまざまな分野があるんですが、自分は主に、病院で働く医療福祉の分野についてを深く学んできました。自分の将来の目標は、まず現場でさまざまな経験を積んで、困っている方に寄り添うことのできる社会福祉士になることです。将来的には、私は高齢者施設で相談員として就職する予定です。自分の好きなアニメはハイキューです。ハイキューは、バレーボールをテーマにしたアニメで、小さな巨人に憧れる日向翔陽と天才セッターの影山飛雄が個性豊かな烏野高校の仲間たちと共に全国大会を目指すという物語です。田舎の公立高校が強豪の私立高校をたくさん破って全国大会に行くっていうところがすごく自分を熱くさせてくれるからです。私の好きなアニメはワンピースの映画版で、エピソードオブチョッパーっていうものなんですけど、それはチョッパーが、ルフィたちの仲間に入る一員になるまでのその物語を描いた映画です。愛情だったり仲間思いの友情とかを感じられる内容になっている部分がすごく好きです。この聖カタリナ大学は他大学と比べて人数がすごく少ないので生徒同士も距離が近いし先生同士ともすごく距離が近いです。社会福祉学科においては高齢者分野だったり地域福祉分野だったりそれぞれを専門にしている先生方がいらっしゃるので自分の興味のある分野を深く学ぶことができます。これを見た高校生の皆さんがぜひうちの大学に来てくれることを待っています。ジャンクワールド問い立ての京田信明と申します。よろしくお願いします。当店は釣り具の取り扱いをしておりまして、初心者さんから、上級者さんまで楽しんでお買い物をしていただけるようなお店になっております。ポイントを教えたんですよ。釣り場ですね、ポイントっていうのは、はい、そこを教えたところを、その翌日に1メーター3センチのブリを釣られたお客様がいまして、やっぱりそのお客様にも大変喜んでいただきましたし、僕個人もやっぱり釣っていただいてすごく嬉しかったんですよ。はい、なのでやっぱりそういうところ、はい、めちゃ嬉しいです。僕がですね、5歳の時から実はちょっと父親に釣りに連れて行かれてまして、そこからもうずっと釣りを続けてるんですよ。で、釣りって楽しいなって僕自身思ってまして、それを多くの人に伝えたいという一心でこの釣り具屋に就職しました。そうですね、やっぱり仕事から釣りビジョンというチャンネルをよく見てます。もう自分が本当に昔から大好きな釣りプロ の村田はじめさんっていう方がいるんですけども、その方の番組見るの本当にもう毎回楽しみです。商品に関してもすごく勉強になりますし、サオリールとか、はい、そういうものでも勉強になりますし、うん、おお、これ上がるんか上がるんかっていう、その大物との格闘とか、もうそういうのめちゃくちゃ楽しみです。はい。はい。ジャンプワールドのスタッフって、みんな、ものすごい釣り好きなんですよ。なので、これから釣りを始めたいなっていう方とかも、はい。皆さんご来店いただけたらなと思います。もうたくさん釣りの話しましょう。よろしくお願いします。椿ライオンズクラブに所属しています宇治金康子と申します。よろしくお願いします。松山東高等学を卒業しまして、武蔵野音楽大学のピアノ科を卒業しました。
外で走り回って帰って疲れた時にやっぱり歌番組多いですね。やっぱり昔懐かしい歌とか昔懐かしい人が出てくるじゃない。ああいう人見たらやっぱり昔のことを思い出したりほっとしますね。歌詞が勉強になります。忘れてた言葉とかと、あ、こういう言い回しがあるのかとか、ね、私から昔から森山良子のこの広い世界中のこの広い野原いっぱい、あれは世界が一つになるような歌だと思うんです。カラオケに何か行ってね、行って歌って、でみんなの歌を聴くのが大好きなんですけど、聴いてたら歌手の方でもそうですけど、皆さん年取ったら年取ったなりのいい声してるでしょ。若い時はああいう声やったけど年取ったらこういう声になったんかと思ったんだけど、本当に歌ってたらその人の人生が現れてるもん。でおすすめしてるのはお風呂の中で歌いなさいと。だから声は自分の応援歌、うん、私の方針はそうなんです。あなたにあげる赤いリボンの花束にして。はい、松山観光ボランティアガイドの植松です。野田です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。松山観光ボランティアガイドは松山城、道後温泉、そして、坂の上の雲ミュージアム周辺の街歩き、このご案内をさせていただいております。観光客の皆様 の, ご案内、それを受け止まっております。私もだいぶ長く10年ほどになりました。本当に一人一人出会うお客様はもうそれぞれいろんなところから来られて、そして最後にご案内させていただいた後にありがとう、また松山に来たいですって言っていただけるので、それが本当に何よりガイドをしててよかったなと思っております。今私ホームページの担当などもしておりますので、ガイドの会を本当にいろんな方に知らせていって、でたくさんの方が松山に来ていただけるような、そんな工夫をしていきたいと思っています。先輩方からいろいろ松山の歴史や松山藩の歴史なんかも伺ったりするのがとても楽しいです。ドラマはいろいろたくさん見てますけれども、今青天を衝けをすごく楽しみにしています。歴史には疎いんですけれども、だいたい大河ドラマで勉強してます。でこちらに来ていろいろ松山や松山藩の歴史なんか教えていただいたので、よりテレビとかドラマのいや中央で起こっていることと関連して知ることができるのでとても楽しいです。名蘭とかは見てますね。中国ドラマもすごい頑張って、衣装も綺麗 でストーリーもすごくこう波乱万丈で面白い番組が多くなってきてますね。決まったところだけでなく案内するところもたくさん、できるところもたくさんありますので、またぜひ松山の魅力を知るために地元でもガイドを希望して来てください。はい、そして松山観光ボランティアガイドではガイドをしてみたいなっていう方に養成講座などもしておりますので、また詳しいことは事務局までお問い合わせください。こんにちは、一六本舗の吉良翔太です。よろしくお願いします。当社は愛媛県内に29店舗を構えておりまして、四国メーカー一六タルトをはじめ、様々な和洋菓子、シュークリームからエクレア、ショートケーキ、普段のおやつ菓子までを製造販売している会社となります。私の業務内容としては、商品の魅力を、たくさんの人々に知っていただくように発信したりですとか、
メディアの方から取材のご依頼をいただいた時の、対応というようなことが私の業務内容となっております。学生の頃からよく映画館に見に行ったりとか、DVD を借りて見ていました。私の一番好きな映画というか、印象に残っている映画としては、レッドクリフのパート1パート2あるんですけど、それ、含めて、レッドクリフという映画がとても好きです。本当に三国志というものを好きになるきっかけになった映画ですね。はい、一六本舗では、一六タルトをはじめ、和菓子から洋菓子までたくさんのお菓子を取り揃えております。その中で、農家さんと地元の農家さんとコラボ地元の農家さんとコラボした旬な食材を使ったショートケーキ等も販売しておりますので、ぜひご賞味いただければと思います。松山市北条で家電販売店を経営しております、ウィッティ西原の西原慎と申します。よろしくお願いします。もう何を置いてもプロ野球阪神タイガースの試合を必ず見ております。スカイエーガオラ甲子園中心に阪神タイガースの試合を見ております。小学校2年生の時にファンになったのが、当時やっぱり誰もが子供といったら巨人のファンで、私としてはその強い巨人に立ち向かう阪神タイガースの方が好きになりました。よく宿題で本を10回読みなさいと言われた、宿題でそう言われても、村山の背番号11なんで、11回頑張って読もうという気持ちでおりましたので、そういう意味でも、阪神タイガースで特に村山稔が大好きでした。7時頃書いても追っかけ再生が今できますので、もう途中から見るんではなくて必ず最初から結果を見ずに試合を観戦する、テレビで観戦する、これがもう唯一の楽しみですので、追っかけ再生という便利な商品がありますので、皆さんそれで視聴したらどうでしょうか。商売始めて31年が過ぎました。残念ながら、後継者がおりませんので、普通ですと、私も3歳になりましたので、定年、サラリーマンでいうと定年の時期を迎えておりますけども、体が動く限り、地元の人の期待に応えられるように、なんとかあと5年10年と続けていって、地元の皆さんに好かれるような販売店にしていきたいと、そういうふうに思っております。来月のおすすめ番組もお楽しみに。